あ、皆さんこんにちは。正規品 TV の正規品です。あ、今日はこちら iPhone 充電器正規品です。で、こちらね、お値段が3400円とまあまあなんですが、非正規品をね使うとバッテリーが傷んじゃいますからね、しっかりと正規品の方を使用してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。どうでした？正規品 TV さん。ふとなんかの時に思いついたやつなんですよ。これで受けたら毎週レギュラー化しようかなっていう。ダメだったら心理学みたいにすぐやめます。こちら。それでは本日は3月3週目の週末でございます。いかがお過ごしなんだい？おまんたち言うとります。まあ、すっかりライフガードが美味しい時期でございます。そんな君たちに一言。マザファッカー。さあ、今週の俺的ニュース、この時間です。今週の俺的に気になったニュースを一気に紹介していきます。一つ目、ミートホープ食品偽装。はい、一つ目、海外の動画が怖すぎると話題に。今月16日、ジョージアのスキー場で客を乗せたリフトが逆走する事故が、その映像が SNS にアップされ、怖すぎると話題になりました。映像ちょっと本人の許可の取りようがないんで一瞬だけです。続きは概要欄のリンクに全部貼っております。どうぞ。怖っ、えげつない勢いでコーナー攻めたよ。ブワー言うて。ただこの事故、幸い軽傷者しか出ておらず、機械のトラブルとして調査中ということですね。これ絶対に遭遇したくない機械トラブルトップ3にも入りますよね。あと僕の中ではエレベーターとジェットコースターね。皆さんちなみに何だと思いますか？ちょっと飛行機とか電車とか抜きでね、よかったらコメント欄にお書きください。機械トラブルに遭遇する機械ですよ。は？次です。リアル牛島くん逮捕。13日埼玉県にて借金をめぐるトラブルで男を閉じ込めたとして男女4人が逮捕。男女らは男に金を貸しており返済をめぐってトラブルになったと話しているということなんですが、まず被害者は無職の男性で、4人のうちの1人の女性からお金を借りていたそうです。で、ここで面白いのが、おそらくお金を返してもらえない女の人が怒って3人男を連れて返済に迫ったんですね。で、返さないということで軟禁して1人見張り役をつけていたそうなんですが、男が見張り役に金を渡して脱出したそうです。で、警察に駆け込んで金渡したやつも全員逮捕。バッキバキのクズっていう。でもこれ本当なら頭いいですよね。理不尽な世の中です。拾わなくていいの、公園の間。次です。ヒカキンさん殺害予告を受ける。17日、音が出る神でおなじみのヒカキンさん、ツイッターにて小学生と思われるアカウントから殺すぞと殺害予告が。それに対しヒカキンさんは、僕が証拠を持って警察に行くと捕まっちゃうよ、気をつけてねと優しく噛みたいよ。それに対しガキは、はーい、本当にごめんとマブダチ感覚に。これによりヒカキンさんが許してもリスナーが許さない事態に発展しているということです。まさかガキも帰ってくるとは思わなかったんでしょうね。やっぱり調子に乗りますからね、みんなも気をつけてください。次です。ツイッターなりすましで裁判。18日、ネットニュースが報道。埼玉県の女性がツイッターにて何者かになりすましアカウントを作成され、米国のツイッター本社に対してアカウントの全消去を求める訴訟を起こしていたことが分かりました。結果は審議中にアカウントが消去され終結したということなんですが、これ面白いのが、この時ツイッター社がこの訴えに対して異議申し立てをしたということなんですね。嫌です言うて。なんでと思いません？さっさ消しゃいいやんと思うんですけど。だからツイッターはなりすまし肯定派か面倒くさかったんでしょうかね、分かりません。今日最後ですね、クロちゃんもはやわざと説。先日取り上げました嘘つき狼中年ことクロちゃんなんですが、あの退院後ツイッターにてなんとしゃぶしゃぶを食べに行っていたことが分かりました。これにはさすがに満場一致でもう末期と呆れ返る様子が見られ、もはや炎上商法でやってるんじゃないかと囁かれているということなんですが、またすごいですよね。ここまで行くと僕何もされてないですけど引きますよね。なんか自ら死を加速させる芸人の鏡ですわ。はい、ということで今回は以上でございます。気になったニュースありましたらコメント欄にお書きください。それでは本日30秒紹介入っております。行ってみましょう。トゥーセー。30秒紹介。本日紹介するのは YouTube にて一人で活動するゲーム実況者のザキヤマザキ。彼の動画のスタイルは、クリアにあたって無謀とも言える条件をつけ、ひたすら時間をかけてクリアしていくという他とは一味違った特殊なスタイル。ニコ動では2万回以上の再生を叩き出す実力の持ち主。他の見どころは実況だけでなく、冒頭に凝った編集を入れ映画のようなワンシーンを作ったり、動画内にも丁寧で細かい編集を入れたりと、これからに期待できる実況者でございます。そんな言いづらいザキヤマザキの動画が気になった方は、ぜひ動画概要欄をクリーじゃないわ、押すしてみてください。以上です。はい、ということでご覧いただきましたザキヤマザキさん、この方編集がすごく上手な方で、見てる人を飽きさせない小ネタがねたくさんありますので、ぜひチャンネルチェックしてみてください。はい、ということでサック TV では30秒で紹介させていただける YouTuber、 アーティストさん、企業さんを募集中です。詳しくは動画概要欄、メールアドレスまでお問い合わせください。はい、ということで今週もお疲れ様でした。時期も落ち着いてきたのでね、そろそろニートも本格的にチャレンジしてみようかなと思います。こうご期待。明日は一旦寝るけどね。一旦ね、やるよ、明後日ぐらいから。で、明日は一旦寝ます。はい、ではまた来週お会いしましょう。おやすみ。